Thank you.
はい、どうも、ホテル橋本です。本日もコメント返ししていきたいと思いますので、必要ない方はここで切ってください。まずは、この方、ひろかさん。財津壊れたの橋本さんでしょ。いや、せやねん。終わりです。わかる？終わり。最悪や。いや、せやねん。もうちょっとほんまに、誰か余ってる財津ないですか？私はホストに行く人の気がわからん。そんな楽しいもんなんですかね。嘘ばっかり言われても腹立つだけのような気がして。いや、どうなんやろ。いや、俺も正直キャバ嬢動画こんなに出してるけどさ、キャバクラとか行ったことないんよ。楽しいんかな？ちょっと行ってみようかな。次、グランデアリアナさん。ホスト側に既読ついてるって、これ女性側が晒してるってこと？文面が少女のよう。創作です。ごめんなさい、創作です。次、キョンキョンさん。今日もお疲れ様です。42歳であのメンヘラはやばいですよね。なあ、ツイッターの LINE も楽しく読ませていただいています。ありがとう。お体ご自愛ください。あれ？またや。え？女子？ベアウルコさんかな、これ。なんか女性の属性が現れましたね。次、ミキさん。42歳、てんてんてん。でもホストに通う女の子って基本メンヘラのかまってちゃんのイメージ。やっぱそうなんや。お体ご自愛くださいませ。ほら、もう大量発生してる。偽物が大量発生してるて。次、ベアウルフさん。出ました、新打ち。動画投稿お疲れ様です。面白い動画をありがとうございます。結構お体ご自愛くださいませを言ってる方がいますが、僕のサブアカじゃありませんからね。もう俺の影分身使う男ちゃうから。あかん。お笑い芸人さんに突っ込み入れるとかなんか緊張する。全然大丈夫ですよ。気構えないでください。キモおばさんやったな。42歳の処女ってよりも彼氏いない歴が42だろ。キモいキモい。明日も期待してます。お体ご自愛くださいませ。いただきましたね。ありがとうございます。最後はこの方、坂本麻衣さん。初めてコメントさせてもらいます。ホスト狂いのおばさん痛いですね。何気にこの動画好きです。頑張ってください。ありがとうございます。もう何気にじゃなくて、もう最高に好きですって言わせるように頑張ります。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。僕はですね、毎日 YouTube を18時に上げて、ショールームという生配信のアプリで毎日配信をしております。 Twitter では YouTube には載せてない別の作品をね、載せておりますので、皆さんよかったらそちらの方も覗いてみてください。はい、では失礼します。ありがとうございました。バイバイ。